はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、カジキリュウタです。さあ本日なんですが、どうしても活躍させたいモンスターがいましたね。城塞クジラという最強モンスター、皆様ご存知でしょうか。このクジラを今回は活躍させたくてデッキを組んできました。正直言って、こんなモンスター1体で勝てるほどあのランクは甘くありません。はい、なので、今回はね、このクジラを活躍させるためにギミックをね、何かのギミックとサポートしてあげる必要があって、で水属性のモンスターなんで相性がいいデッキはいくつかあるんですけど、今回は、海洋マーメイルギミックと混ぜ混ぜしてきました。はい、海洋マーメイルってそもそもめっちゃ強いじゃないですか。まあ、環境でもねちょこちょこ見るレベルの強さを持ってるかなと思うんですけども、そのギミックに、まあ、その城塞クジラ と、メガラニカと等々を、まあぶち込んだデッキになってまして、まあ、令和のカジキデッキみたいな感じで作ろうと思ったんですけど、その海洋マーメイル要素めっちゃ多いっていう、まあ、そんな感じのデッキですね。はい、で、初動札は基本的に、ネプトアビスと、まあ、ディーバのどっちかですかね。まあ、それか、海洋の流気体っていうね、これコストで墓地を加えると、海流族サーチできるっていうね、海流族サーチできるからディーバとか、ネプトアビスとかサーチできるんだけど、この辺のこいつをコストレス入れるカード、例えばディニックアビスとか、それからミンストレルとかね、この辺のカードが引けてれば、初動札になるかなっていう感じですね。で展開方法は、対戦中にやってるんで、よかったらそっち見ていただいて、基本的には何するかっていうと、先行でね、海王って何できるかっていうとね、新規の召喚っていうか、あれなんですよね、ハリアラドンができるんですよ、基本的には。でハリラドンの途中で相手の反動を見ることもできるし、それから、ハンネスムーラングレイスっていうね、これ墓地の水属性モンスターが5体の場合のみ特殊感できるモンスターで、相手の、反動を2枚捨てるっていうことができるんですよ。この辺のねモンスターを使ってハンデスしながら VFD 出したり、バロネス出したりクジラ出したりして、戦っていくっていう、そんな感じの構築になっております。で、ね、キーカードはねやっぱりね、まあこの辺の、まあ、ディーバと、まあ、流気体だね。この流気体がまあ強い、コストレスライルとカイレスが持ってこれるんで、まあ、ミンストレルとか持ってきて、ハンドピーピングしながら、次の、まあ、ムーラングレース持ってきたり、まあ、ディーバ持ってきたりできるんで、この辺のねコンボがめっちゃ強い。まあ、動かし方はね、動画を見ていただければと思いますので、続けていきましょう。デュエルスタンバイ。さて令和展開を見せていきましょう。このハンドは妨害がなければ、クジラまでたどり着けると思います。おそらくちょっとデッドリーフ引いちゃってるからだけど、まあちょっと頑張ってみましょう。まずは深海のディーバーを召喚、深海のディーバーの効果を発動、デッキより海流属モンスターレベル2以下のモンスターを特殊召喚できる。これでネプトアビスを特殊召喚、ネプトアビスのモンスター効果発動。あ、これ妨害ないね。妨害ない場合は結構世界を終わらせられる展開はできるんですよね。海洋マーメルですから。はい、で海洋の流気体は墓地を送られた場合、海流属モンスター対応手札に加えることができる。これによってミンストレルの効果発動、手札の水属性モンスターを切ることによって相手の手札をガン見する。なるほど、ジェネレイドか、わからん、ジェネレイドわからんなるほどわからん。これは一体何を抜けばいいんですか。一番どうでもいいから抜けばいいんですね、これね。わかりませんけど、とりあえずこれ抜いてきます。はい、まあ、これはもうマジで適当です。で、海洋の流気体の効果を発動、コストで墓地を食らった場合海流属モンスター一体をサーチすることができる。これによってムーラングレイスを手札に加えさせてもらうぜ。そしてチューナープラスチューナー以外のモンスターでリーク召喚、現れろクエストロンハリファイバー。ここまではまああれですよね、海洋マーメイル入門みたいな感じで、まあよくある展開というか、まあ、海洋マーメイル使ってる人であればはいはいっていう感じの展開だと思うんですけども、でとりあえずムーラングレイスを特殊召喚していく。でムーラングレイスは特殊召喚に成功した場合、相手のハンドボーン2枚墓地を送るとかいうヤバすぎる効果を持っている2ハンデスだぜ、先行2ハンデス。そして俺は、種族機械族モンスター2体以上でリンク召喚、現れろアウローラドーン、そしてアウローラドンの効果を発動。アウローラドンの効果によって遠くも3体生成。アウローラドンもそろそろ禁止になるかならないかみたいな話ありますよね。そしてアウローラドンの効果を発動、アウローラドンの効果によってトークンと自身をリリースすることにより幻獣機モンスター1体を特殊召喚できる。幻獣機オライオン、
そしてオライオンとトークンでシンクロ召喚、現れろクリストロンアメトリックス、これはもう水属性だから出します。はい、あんまりなんかここは何でもいいです。水属性であればあとでクジラでリリースするんで。そしてジェットシンクロンの効果を発動、ジェットシンクロンの効果によりデッドリーフを墓地に送り、このモンスターを特殊召喚。そしてトークンとジェットシンクロンでシンクロ召喚、現れろ深海の姫、深海機プリマドーナ。なんか魚人島にいそう、こいつ魚人島の姫こんな感じの見た目してなかったでしたっけ、あのワンピースの白星みたいなやつ。そしてプリマドーナの効果でフィッシュボーグプランターを特殊召喚しながら、除外されているカードを相手の手札に戻す。これ、ね、除外コストいるんでね、ちょっとね難しいんですよね、このプリマドーナの効果使うの。そして、マガラニカを発動、マガラニカの効果により特定のカードをデッキの一番上に置くぜ。デッキの一番上に置くのはそう城塞クジラ。よし、そしてマガラニカの効果を発動、マガラニカの効果により、フィッシュボーグプランターのレベルを、2位の1か2上げることができる。俺はレベルを3つ上げさせてもらうぜ。そしてレベル3のフィッシュボーグプランターにレベル7のプリマドーナをチューニング、シンクロ召喚、これが最強のクジラモンスターフレールドバロネス全然関係ねえモンスターが来たぜ。そしてフィッシュボーグプランターの効果により、デッキトップをクジラに固定しておいたのでこのモンスターを特殊召喚できる。そしてフィールド上の水属性モンスター2体をリリースし、現れろ城塞クジラ特殊召喚じゃい。そして城塞クジラ特殊召喚成功した場合の効果発動、デッキよりシーステルスアタックをセット、これが令和のクジラデッキじゃい。これが令和の城塞クジラデッキよ。フィールドバフィールドバウンスの効果はとりあえずする。これバロネスの一妨害しかありませんからね、この盤面びっくりすると思いますけど皆さん。シーステルス開いても忘れましたね。そしてね、シーステルスはドローページに開くことをお勧めします。はい、シーステルスってね、同一チェーン上で除外してる効果使えないんですよね。発動してその時になんかそのモンスターを除外するっていう効果使えないんで、ちょっと厳しいで、あやべえ、これなんか特殊って書いてあるな、これあれか、お前2400の打点抜かれたら終わるぞこれバロネスの。あぶれあぶれあぶれ、あれ飛び抜きやったかもしんないな。あなんだこいつ、わかんねえ、わかんねえけど、これは占らした方がいいんじゃねえか。いやでもモンスター殺した方がモンスターいなくなるから安全か。ちょバロネスの効果どうするわ、バロネスの効果で君のなんか謎のモンスターの効果無効にするね。一回一旦、はい、クジラくんね、あれなんだよね、何もしないからさ、相手のターン基本的になんかすごい受け身だからさ、ターン終了、あそんなもんで終わりか。どうしたこのフルルドバロネスとかいう最強のクジラモンスターの前に手も足も出ねえってか。フルルドバロネスの効果発動はね、した方がいいですね。これバロネスの効果発動、超変身、さあ再び現れろ白星。そしてこれ141使っちゃっていいですね。141の効果発動、141の効果により手札を1枚墓地に送ることによってデッキよりレベル1のモンスター1体を特殊召喚できる、現れろ海王子ネプトアビス。そしてネプトアビスの効果を発動、ネプトアビスの効果により海王の流気体を墓地に送り、海王の重装兵を手札に加えるという効果。そして海王の流気体が墓地を送った場合の効果発動、海流族モンスター1体を手札に加えることができる。これによってこれ一回メガラアビスでいっか、メガラアビスを手札に加えさせてもらうぜ。そしてマガラニカの効果を発動、マガラニカの効果により海王子ネプトアビスのレベルを2つ上げさせてもらうぜ。そしてレベル3のネプトアビスに、間違えた、こっちじゃない、レベル3のネプトアビスにレベル7のプリマドーナをチューニング、シンクロ召喚、現れろ史上最強のクジラモンスターホワイトオーラバイハムート。そしてこれはなんかどうでもいいな、
まずプリマドアの効果で除外されているジェットシンクのデッキに戻すという効果、そして、マガラニカの効果によって相手の反動を反撃するという効果、過去エンドフェーズまで、そしてホワイトオーラバイファムートの効果によって遠くを生成する効果、さあこれによってフィールド上のモンスターは全てシーステルスアタックの対象となる。なんでかってこの全てのモンスターは元々のレベルが5以上の水属性モンスターだからさこれが最強シーステルスデッキちょっと強いこの盤面。そしてプリマドーナの効果でジェットシンクが戻る。さらにフィッシュボックプランターどうでもいいな。進化のディーバーを召喚、進化のディーバーの効果発動、進化のディーバーの効果によりデッキよりお魚モンスターを特殊召喚できる。現れろデュオニギス。そしてデュオニギスの特殊召喚成功時の効果は一旦発動。デュオニギスの効果によって相手のデッキトップをめっちゃ除外するぜデッキ破壊デッキかな。そしてデュオニギスの効果を発動、デュオニギスの効果によって自身のレベルを倍にする。そしてレベル6のデュオニギスにレベル2の、深海のディーバーをチューニング、シンクロ召喚。お前誰やねんモンスター、アダマシアドラガイト特殊召喚。ドワーかっけえ。見てこれ全員シーステルスアタックの対象ですからね。これ全部あのレベル5以上の水属性モンスターですからね。はい、最強ですねこれが令和のクジラデッキじゃい対戦ありがとうございました。カジキリュータレベル100。あークジラ来てんのか、クジラ来てるパターンね。まあ、とりあえず一旦ディーバから入るしかないな、これな。ディーバ召喚、ディーバ効果発動、ディーバの効果、まあ、ここ通んなくてもあのハリファイバーには一応いけるんでなんとかなりそうですね。あー通りますね、はい、通るんだったらもう世界終わりよ。ネプトアビスの効果を発動、ネプトアビスの効果により海王の隆起体を墓地に送り、海王の隆起体を手札に加えていく。そして、海王の隆起体が墓地を加えた場合の効果を発動、海竜族モンスター相対を手札に加えることができる。これやってることおかしいよな、これマジでやってることおかしいよね。これやってることもかなりやばいと思うんだけど、もう初めてちょっと海洋マーメイル回してなんかその勉強したんですけど、このデッキ作るにあたってね、うわ出たそういうデッキね、カオスマックス入ってるの。なるほど、これはまあ何でもいいな、どれが判別されてもあんまり変わらないなドライテロンって墓地から蘇ってこれるんであんまり関係ないんですよね。これバンアルファいいかね。海洋の隆起体の効果によって海竜族モンスターであるムーラングレイス一応持ってくるしかないか。ムーラングレイスあんま意味ないなあんまり意味ないな、あんまり意味ないんだったらこれメガラビスいっか。なんかハンデスする意味ほとんどないんだよねあのデッキ。ちょっとこうしてでハリファイバー作りましょう。まあこれはね、あの臨機応変に相手のデッキに合わせてあの対応していけるのが強いところですね。あの相手の反動を見てから何を展開していくのかを、まあ、決めることができると。これがミンストレル入りの海洋マーメイドの強いところではあるよね。あとミンストレルが初手にあると意外と裏のケアしながら展開していけるので、まあ、それが結構強いところですよね海洋マーメイドの。あで、まあ、こんな雑談をしていきながらもしっかりとアウロラドンを出していく。そしてアウロラドンの効果を発動、アウロラドンの効果によってトークンを3つ生成し、これ結構ね相手の反応見てるから意外とねあの安心して展開できるっていうのが色多いですね。はい、でアウロラドンの効果によって、トークンと自身をリリースすることによりデッキより原獣機モンスターである原獣機オライオンを特殊召喚。そしてこれはまあ VFD 狙いに行っちゃっていいかな。まあ、クジラいいんだけどこれマガラニカあるし、なんかあれだな、これ出せるかもしんねえな、これな、モンスター数増やせる可能性あるよ。まずはレベル3のトークンにレベル2のオライオンをチューニング、シンクロ召喚、ガーデンロースベイデン。まあこの辺はもうあのお決まりムーブって感じですね。でオライオンの効果発動してトークンを出していくと、はい、そしてジェットシンクロンの効果を発動、ジェットシンクロンの、あこれオライオンの効果も発動できるんだ、これ
これ手札からオライオン出せるわ。これワンチャンなんかすげえ強そうな場面できるかな、多分。これモンスター数足りんのかな、俺。でもこれでジェットシンクロンを特殊召喚していく。で一旦 VFD 出しに行きましょう。ここでコーラル出して、はい、お決まりムーブ、はい、そしてアーゲティスですね。このなんかその VFD 出すさ途中でさ2枚ドローできるの、これどう考えてもおかしいですよね。これいつも思いますけど、これアーケディスで1枚ドローしながらそのコーラルドラゴンでもドローするの、これおかしくない、これ。これやっていいことじゃないよね、これ。ギリギリ法に触れてると思うわ、このムーブ。はい、あ、いいね、いいんじゃない。これさなんかすごい盤面できそうじゃね。なんか俺思いついたんだけどさ、これ出すじゃないですか。でディニックアビス出すでしょ。これディニック捨てていいわ。次の初動だからちょっと一回ディーバー取っとこう。でこうするでしょ。でディニックアビス効果発動して、でアビスパフクヨカ持ってくる。ほいでだでだな、まあ、一旦コーラルドラゴンは蘇生しよう。ガーデンローズメイデンの効果発動。ガーデンローズメイデンの効果で、コーラルドラゴンを特殊召喚していく。ほいでだな、ここでシェンシェン出すだろ、シェンシェン出すだろ。はい、でマガラニカ発動するんだろ。でマガラニカ発動してマガラニカデッキトップ置きますよの効果は、まあ別にどっちもいいよ、これ。これいいやでいいや。でマガラニカ効果、水属性モンスターのレベルを変更することができるため、まずコーラドラゴンのレベルを1個上げるだろう。これえ、これこれやばくない、これ。VFD バロネスっていうなんか意味わからんこと起きてるけど。え、こんなことして大丈夫、これ。現代遊戯王終わる可能性ある。レベル9のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、水属性モンスター1匹もいねえけど。で、メガロアビスの効果を発動するぜ。メガロアビスの効果によって水属性モンスター2枚を墓地に送ることによってこのモンスターを特殊召喚、そして特殊召喚に成功した場合の効果を発動。このモンスターは特殊召喚に成功した場合、アビスマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによってアビスケール水地を手札に加えてアビスケール水地をメガロアビスに装備。このカードは魔法カードを1回強制的に無効にするという効果を持っている。世界最強盤面できたわ。クソ強くね、これ。これクソ強くね。これであれだろ、 VFD で光って言えばいいんだろ。もう世界終わりだろ、これ。だからまあ速攻魔法はなんかあるんで相手、まあ、破壊だと思いますけど、まあ、これでひたしずくとか逃げられてもひたしずくの方が無効できるんだよな。でシェンシェンを墓地に送りながら光属性って言えばもう相手は何もできないはずだ。だどうする、破壊だ、その効果無効になるぞ。その破壊の指名者とかいうカードの効果無効になるぞ。バカつえ、バカつえ。でバロネス効果いいえ。さあどうしますか、何かできます。エマージェンシーサイバー、おーやるじゃん、なかなか動いてこようとするね。ただエマージェンシーサイバーで何を持ってきたところで効果が発動できないから、そもそもあのバンアルファとかアルゼーターの効果は一ミリも発動できないっていうことは言っとくわ。世界終了。クソ強いけど、これは果たしてクジラデッキか。一旦シェンシェン出すか、一旦シェンシェン出して、はいはいはい、あひらめいたわ、天才的発想。心理王ザ・ビーストの効果で水属性にして、全員水属性にして、でこの真ん中のどうでもいい2体でリリースすればいいんだ、これ。水属性のシェンシェンと
マーメイル、メガロアビソ、リリスシー、墓地より蘇れ城塞クジラ特殊召喚じゃい。城塞クジラ特殊召喚成功時効果発動、新ステルスアタックをセット。桜木花道さんは言ってましたよ、城塞クジラは添えるだけって言ってました。バトルビース、いけ、これが令和のカジキレベル500デッキだ。対戦ありがとうございました。うおうーん、これはひどい。あー、誘発ないか。いや、誘発もサンダーボルトでしょられてくれれば一番いいですけどね。相手の展開ドライトロンの場、うわ、終わったくせえ終わったくせえ、おは終わり、おは終わりの可能性大。ドライトロンバンアルファ、はい、どうぞ。ドライトロンバンアルファからの、これは一応でもまあアルデクじゃないかもしれないから一応見ます。ちょっとアルデクがチラ見え出てきた、出てきた瞬間にもうサレンダーまでありますけどね。アモルファクター、アモルファクターターミナルワールド、てめえ俺のターンスキップするキャラ、てめえおい、このクソコンボが、クソコンボがよ、何がメインフェーズ1とメインフェーズ2スキップだ、バカ誰が、何のカードも使えねえじゃねえか、ふざけん、ふざけんなマジでおい遊戯をしろよお前、お前ふざけんな、これギリギリ法に触れてるぞ、ギリギリ法に触れてるぞお前、くっそ、通報します